言わずと知れたマツダスポーツのシンボルともいえるモデル RX7、 惜しまれつつ最終モデル FD3S の生産を終えたが、今でも復活を望む声は多い。スポーツカーとしての素性の良さは今見てもトップレベルだ。排ガス規制の関係からワイドトレッドと幅広タイヤ装着を実現するため復活を望む声は多い。拡幅されたボディ、それでいて車重はわずか 1.1 トン程度なのは、オンラリーのスペアホイール、ジャッキ、サスペンションと主要パーツを全てアルミ化した努力の賜物だ。デザイン的にも独自の有機的フォルムが真似のできない世界観を作り出している。その FD をベースにグランツーリスモ独自のレーシングカーとして登場するのがレッドルームエディションだ。ワイドタイヤ装着を見越して最大のトピックはエンジン、大幅にワイド化。 RX7 でおなじみの2ローターエンジンは 13B ターボの代わりに3ローターの 20B ターボを搭載。往年のユーノスコスモが搭載したユニットの大幅なパワーアップバージョンである。排気量は1ローター 654cc×3 のおよそ2リットルしかないが、7000回転で500馬力を発揮。しかもターボはプライマリーとセカンダリーに分かれたシーケンシャルタイプゆえ、ドライバビリティも十分に考慮されている。コンパクトなラゲッジルーム、ボディはレーシングタイヤを履かせるためフェンダーをさらにワイド化。さらにフロントスペイラー、リアウィング、左右カナードフィン、固定式ヘッド、冷却用通風口付きボンネット、フォグランプ内蔵フロントバンパー、ロールケージなどが装着されている。一方で車重はおよそ1トンと劇的なまでに軽量化。ロータリーファンの夢を叶えた3ローター FD なのである。 20B ターボを搭載、往年のユーノスコスモが搭載したユニットの大幅なパワーアップバージョンである。排気量は1ローター 654cc×3 の約2リッターしかないが、7000回転で500馬力を発揮。しかもターボはプライマリーとセカンダリーに分かれたシーケンシャルタイプがゆえ、ドライバビリティも十分に考慮されている。ボディはレーシングタイヤを履かせるためのワイドフェンダーのほか、フロントスポイラー、リアウィング、左右カナートピン、固定式ヘッドライト、冷却用通風口付きボンネット、フォグランプ内蔵フロントバンパー、ロールゲージが装着されている。それでいて車重は約1トンと大幅な軽量化がなされている。まさに夢の3ローター FD なのである。